バンプ様、そろそろ出ましょうか。対決に間に合わなくなりますよ。バンプ様、遅いな。何？どうしたんですか、バンプ様。今テレビで実録犬と飼い主の感動物語やってて。いや、対決に行かないと。ごめん、そんな気分じゃなくなっちゃった。私心が洗われちゃって。悪の権化が心洗われてどうするんですか。飼い主の佐々木さんが病気で入院した時、ペロはどうしたと思う。毎日病院の外で待ってたんだよ。知りませんよ。はい、かよこさん、サンマサービスしときました。わあ、あとこれ貼っときますね。あら、いつもありがとう。はい、かよこさん、ティッシュ。あら、ありがとう。たくさん使うでしょ。あ、クーポンもあげちゃう。パーマカット割引だぜ。いいの。かよこさん、もう新発売のファンデ試供品こんないっぱいで大張りよ。もうあ、リップもね。お似合いだと思いますよ。内緒でこの値段にしますね。あ、あとポイント2倍と送料無料にさせていただきます。うわー、すごい。あ、じゃあブルーレイプレイヤーも買っちゃう。あんたも少しは見習いなさいよ。なんでヒーローが怪人を見習わなきゃいけないんだよ。だが、かよこがこれだけ怪人たちに慕われているのも、ヘッドの存在があってこそなのだ。かよこ、超ビップじゃねえ。これ使ってみようかな。ほら、そろそろ対決の時間だから。僕絶対行きません。行きませんって、君フロシアイムの怪人でしょ。行かないったら行かない。行かないって、君学校行きたくない小学生じゃないんだよ。世界征服を企む組織の怪人なのに。バンプ様、どうですか。ダメ、へそ曲げちゃって。だって行ったら絶対レッドに笑われますもん。今から棒取りかよって。溝の口をそりゃ君の開発が遅れてこんな季節になっちゃったけど、でもわからないって。きっとレッドさんも君が盆踊りをモチーフにした怪人だって。わかりますよ。顔がヤグランなんですから。退治したらまずレッドの目線に祭りの文字が入るんですから。だったら笑われる前にレッドさんを倒しちゃえばいいでしょ。公園で戦ってたらレッドだけじゃなくて近所の人にも見られちゃうじゃないですか。え、それに僕パワーアップするには太鼓を叩かなきゃいけないんですよ。今の時期に公園で太鼓を叩いてたら、それこそちょいと小粋な棒取りマニアじゃないですか。小粋？小粋ではないですよね。太鼓の音で出てきちゃいますよ、何事かって。子供はきっと僕の周りで輪になって踊り始めますよ。子供は残酷な生き物ですから。じゃ何、君はあれ戦いたくないってこと？そうじゃないですけど。じゃどうしたいの。夏の、え、夏の盆踊りシーズンまで待ってください。戦うのは盆踊りシーズン。あ、すいません、1号ですけど。でもそれって逆にダサくないですか。え、きっとレッドは芸がねえな、盆踊りに盆踊らってって言うと思いますよ。そうだよ、盆踊ら君、絶対言うよ、レッドさん。あれ、盆踊ら君。もう、なんで本番年に1回しかない行事をモチーフに怪人を作ったりするんですか。ねえ、バンプ様。あ、天体戦士サンレッド。これは神奈川県川崎市で繰り広げられる善と悪の壮絶な戦いの物語である。毛布みたいであったか。仲良しね、二人とも。違うぞ、仲いいわけねえだろ。お前いい加減降りろ。うるさいね、殺しやレッド。すんません、灰皿変えてください。ごゆっくり。どうも。すいません、遅くなりました。遅くなりましたじゃねえよ、遅いんだよ。俺に何杯コーヒー飲ませりゃ気が済むんだよ。夕方あたりコーヒーフレーバーのかなり香ばしいションベンの予感ありありだっつうが。なかなか本が見つからなくて。これでいいんですか。おま
これでいいんですかじゃねえよ。これでいいんだよ。さすがは高津図書館だね。あるあるとは聞いてたけどよ。あのアントギラさん、そのチューリップの本ご自分で読まれるんですか。何笑ってんだよ。そうだよ。だってチューリップって可愛いから。おい、もう出るぞ。あ、はい。俺んちちょっと来いよ。初めてです、アントギラさんの家。うわ、かっこいい。うわ、いた。エレベーターだ。うわー、けおしゃれじゃないですか。いや、綺麗にしてますね。他の家も見ていいですか。いいですかじゃねえよ。いいよ、見ろよ。おい、その部屋はダメだ。兄貴の部屋だからよ。え、仮面マンさんの。え、アントギラさん、仮面マンさんと一緒に住んでるんですか。春先に転がり込んできたんだよ。車のローンで家賃払えなくなって、アパート追い出されたとかで。ああ、じゃあ今は割り勘で。俺が全部払ってんの。へえ、でもここかなり高いんじゃ。俺は兄貴と違うからよ、100年バイトしたから。100年。100年。わっけえ。アントキラーさんってお兄さん思いなんですね。いいっすよね、兄弟って。あんなバカでも兄貴は兄貴だからよ。てか、うるせえバカ。こっちは見ていいですか。おう、そこ俺の寝室。あ、おしゃれだ。シンプルですね。いろいろ置くの嫌なんだよ。アントキラーさん、ベッド派なんですか。砂を入れた水槽とかじゃないんですか。ちなみに俺そうなんですけど。俺はアパートが1階なんで、畳剥がして寝るとこ作ってます。あ、お前そうだよね。おいおい、お前近所で行方不明の人が出たら真っ先に疑われるぞ。でも恋しくならないんですか。土なるから去年の暮れに潜ったんじゃねえかよ。あ、はいはい、玉川居眠り年越し事件ですね。あの伝説の。バカ、あの伝説のじゃねえよ。伝説だけどよ。あ、これですか、チューリップ。へえ、アントキラーさんって恋の育てるの好きなんですね。好きなんすねじゃねえよ、好きなんだよ。かわいいっすね、アントキラーさん。適当にやって枯らしちゃうとかわいそうだからよ、これ見て育てようと思ってたんだよ。よし、じゃあ帰れ。え、もう見たろ、球根。見たろって。それだけのために家に来いって言ったんすか。それだけじゃねえよ、それだけだよ。肉まん食べようっと。アントキラーさん、コーヒー飲みませんか。あの、アントキラーさん、なんか今日のアントキラーさん元気ないね。なあ。腐っちまったんだよ、チューリップの球根。え、いや、あの、笑っちゃ悪いけどよ、そんなことで落ち込むキャラじゃねえだろうって。いや、花が咲くの楽しみにしてたのにさ、ウイルスでやられちまったみたいだよ。俺が掘ってきた土がまずかったのかな。いい土だと思ったのによ。ん、これ返しとけ。アントキラーさん、うるしぞ。もっと僕たちにも優しくしてくださいよ。お兄さんやチューリップみたいに優しくしてくださいよ、じゃねえよ。やだよ。で、そこへなんだ。バンプとかやこのサッと一品。みんなお待たせ、今日も超簡単レシピだよ。レッツクッキン。今日の料理はちくわのチーズ焼き。あ、美味しそう。簡単でおつまみにぴったりだよ。かよこさん、材料の紹介お願い。はい、ちくわ4本、とろけるチーズ2枚。これだけ。それだけ。さらにサラダ油を塗っておきます。ちくわは真ん中から半分にして、それを縦に切って短冊状に切ります。切ったらちくわをお皿に並べて、その上にとろけるチーズを乗せてオーブンで焼きます。4分から5分くらいが目安かな。もうそろそろいいかな。じゃあ取り出して完成。ちくわのチーズ焼き、すごい、グラタンみたい。お酒を飲むときはタンパク質を取ると悪酔いしにくくなるよ。ちくわもチーズもタンパク質が豊富。はっ、ちくわ。ちくわとちくわぶは違うだろ。相変わらず狭っ苦しい車だな。レベル低い。うっせえよ、門限なら降りろ。乗ろうぞ。中目。なんだよ。海みてえな。ああ。